近森のひかるです。本日は体操競技の器具の違いをご紹介していきたいと思います。はい、ということでね、本日体操に詳しい講師の方をお呼びしたので、これからそちらの方に代わっていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。講師の遠藤力人と申します。よろしくお願いします。まあね、本日は器具の紹介、はい、違いを皆さんに見せていこうと思います。はい、本日器具の違いを見せていくのは、はい、床とタンブリングとタントラ、はい、この3種目、はい、どんな違いがあるのかっていうのを皆さんにお見せできればなと思っております。はい、よろしくお願いします。それでは本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあまずね、はい、床の方から生地から説明していきたいと思います。はい、まあ、この生地感、はい、こんな感じですね。前回説明したマイロイターバンみたいな、はい、こうちょっと生地になっております。おけけが、おけけがあります。色はね、白と青、はい、2色展開となっております。2色展開ですね。このカーペットの下、はい、どうなってんだろうって思ったことありませんか？気になりますね。そうですよね、はい、それではめくっていきましょう。なんかぽいのやめてほしいな。めくります。おお、はい、こんな感じでね、めくると出てくるのが、はい、このスポンジ、はい、1枚、あ、2枚、はい、その下に床の本体があるという感じですね、はい、一番上のマット、ちょっと太め、はい、柔らかさ、はい、まあこんな感じ、はい、で2枚目ちょっと薄め、はい、こんな感じ。セノックってやつですね。うん、そうですね。先生、セノックです。セノックです、はい、これちょっとこの下も見せたいね。正方形の体操競技用の床は、はい、側面が見えないようになっているので、はい、正方形の縦バージョンがあるんで、それは横から見れるんで見ていただきたいと思います。これですね。はい、下をどうぞ。あ、来たね。まあね、タンマを使っているので下は汚いです。はい、こんな感じでね、バネが、はい、たくさん入ってます。そうなんだよな。このバネがあることで弾むんですね。うわ、すげえ。はい、はい、ではとりあえず、はい、じゃあ床の弾み具合を見てみようかな、はい、それでは床の弾み見ていきます。はい、じゃあします。はい、こんな感じ。はい、続きまして、今僕がやってるタンブリング競技はどういう構造なのか見ていきたいと思います、はい、こちら紹介していくんですが、はい、こちらもね、上に1枚2枚、はい、まあ、2枚あると、はい、ちなみに裏はね、空洞ですね。床のようにバネが入ってないんですね。どうやって弾んでいるんですかね。そうですよね、気になっちゃいますよね。ということでめくってみましょうか。はい、あんまりね、めくりすぎるとご迷惑をおかけするかもしれないんで、こんくらいで。はい、なんとタンブリングの下はですね、こういうなんか白いパネルみたいなのが入ってて、はい、なんで跳ねるのかは分かんないですね。先生、なんでこれですごい跳ねるんですかね。先生、お願いしますよ。まあ、下ゴムみたいになってんのかな。でも硬いんだよね、この下もね。こういうこと、まあ、だからなんで蹴れるの。なんで蹴れるのかね。こんな感じです。あ、だからタンブリング競技は、はい、バネじゃないんですけども跳ねるんですね。ちょっとジャンプしてもらっていいですか。はい、すげえ。まあ、こんな感じで、はい、確実に体操競技の床よりは跳ねる、はい、そういう感じになっております。はい、続きまして、はい、ヒカルも大好き、はい、タントラになっております。そうですね、タントラはね、はい、タンブリングトランポリンっていう名前で、はい、でこちら青いなんか生地です。先生、一つ豆知識いいですか。はい、お願いします。タントラってこうやって見ると、
青じゃないですか、はい、カメラを近づけるとお透けるんですよ。おー、きっとねすごくないですか。すごいっすよね。あれ、なんでこの青映んないのっていう。これ下ですあ、先生は真似しなくてもいいですよ本当だ、まあ、という記事になっております。はい、まあ、床はまあね、はい、タンブリングがちょっと分かんない記事、はい、こちらはどうなってるんですかね。見ていきたいと思います。そこに隠れてるんですね。じゃじゃーんこんな感じでバネがたくさん入ってますね、はい、数えきれないぐらい入ってるんじゃないのこれ。ガチ鉄じゃんすげえ、すごい量入ってるんだね。だってこのちょっとの幅だけでさ、そうですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13本も入ってるんだよ。これがあっちだ。すごいね。やばいな初めて見たこちらの弾み具合、はい、見ていきたいと思います。明らか違うわ。あ、このようにね、めちゃくちゃ跳ねると。はい、ちょっとバネが気になります。ああすげえ。こんな感じでね、体操競技というかタンブリング競技、タンブリングトランポリン似たような種目なんですけども、はい、そのバネが入ってたり入ってなかったりとか、はい、跳ね方が全然違かったりとかね、こんなにも違うんだよっていうのをミキト先生が上手に説明してくれたと思いますはい、とても上手でした、はい。ですよね、はい、分かりやすかったです、うん。まあ、今回マイクも初めて使ったということでまあこういうねイベントとかもあれば僕を使っていただければあ、マイクだそれじゃダメだということでいかがだったでしょうか。すごいな、こういう感じで器具できてるんだとかいろいろ思った方がいらっしゃいましたら、はい、高評価、チャンネル登録、コメント、そしてね、他にも違う競技何が見たいとかありましたらコメントしてください。はい、ということで本日のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。